いいなぁ、iPhone 買いたいなぁ。前に、AI 崩壊っていう映画で知り合った、ドードーくんがプロデューサーで介入していて、で、ドードーくんからお話をいただいて、で、キャスティングどうですかっていうお話をもらって受けました。印象として、本当に面白いなっていうのって読んでて、一瞬混乱するとこがあって、でもその混乱が、いざじゃ映像に起こした時に、どういう衝撃を与えたりとか、どういう映画体験になるのかっていうのはすごい興味深くって、ですごい何回か読んで乗り込みました。面白い。かった流れも、なんだろう、魅力的というか、こう興味を沸かせる点がいくつも散りばめられてるし、その回収が最後また気持ちよかったりもするし、回収、すごい気持ちよく回収するわけでもないのもまた味噌であるっていう。そうね、割とね、なんか嫌な気持ちがドヨンと残る感じじゃない？私あの世にも奇妙な物語とか好きだし、やっぱりなんかこう映画とかエンタメってリアルなものももちろん面白いけど、だったらドキュメンタリーでいいじゃないとも思うし、ちょっとしたやっぱりなんか物語性というか映画の中だからこそ面白い話があると、すごい好きなジャンルになってきて、やっぱり娯楽とエンタメにつながるんだなっていうのは、です。そうね、今回そのなんかテーマの酒井が言ってたのはその怪奇物みたいな、なんかちょっとその江戸川乱歩じゃないけど、そうそういうのから着想を得てるみたいな、まあ、だからね、ある意味イフとかさ、何も奇妙な的な、なんつうの、見やすさじゃないけど、そういうのあるかなっていう、ある、すごい面白い、なんか見ることに対してのなんかエンタメ体験みたいなのが、すごい大きいわけでもなく、でも身近でこう作れるんだなっていうのは見ていたいし、それに参加できるのっても嬉しい、いや、なかなかあなたも奇特な方ですね。はい。いや、でも本当にそれは思って、ちなみに、その、まあ、今回、なんだろう、こうテーマとしては、まあ、面白いものを健全に撮るみたいなことがあるわけですね、裏として、まあ亀田さんもそのいわゆるね、本編だったりとか、その商業的作品にの現場に行くことがあるから、実感することはあると思うんですけど、まあ僕自身も録音部としてそういうところで仕事してますから、なんかそのプロと言われる現場での矛盾みたいな、なんかそのいわゆる自主映画とか、そういう時にあったものが、そのプロでは許されないというか、損なわれてる何か、かといってそれがなんかそのものすごく面白いものが作られているのかと言われると、それもまたちょっと違うようなみたいなあるよね。で、なのかな、だからその、なんだろう、仮にその商業といえど、こう、結局はその、なんだろう、大っぴらに言えないけど人に無理をさせてたりとか、その、お金の話だったりで、そうね、この、おいおい、子供じゃねえんだからじゃないけどね、あるじゃない、話は。で、まあそういうのはなるべく、完全に無理とは無理言えないけど、なるべく、そういうのなしにしていきましょうとして、で、なおかつ、じゃあその、あ、こっち行ってみようか。なんつうのかな。その自主映画っていうか、こういう縛りがない分、一番大きいのは、時間の使い方と、あ、そうね。使い方っていうか、そうだね、時間の、時間っていうものに対しての、なんかこう、アタックの仕方が一番違うんだろうなっていうのは、自主制作と商業的なものに関して、思っていて、なんだろう、もちろんその、それぞれで、時間の戦い方っていうのあると思うんだけども、やっぱり人数もその、やっぱり極力少なくできて、まあ、せざるを得ないっていうのもありつつ、少なくて、で、かつでも時間は、商業に比べたら全然あるっていうのが自主制作の多分強みだと思っていて、
ってなるとやっぱり脚本書く時間だったり詰める時間だったり、うん、クラウドファンディングって始めてるからそのそれまでの時間っていうのは多分戦いにはなってくるけども、うん、でも自由じゃない自主映画って。そうね自分たちでどうにでもこうスケジュールを組めるから、うん、その手をうまく使ってこのキャスト側とか俳優側にもこういっぱい稽古できる時間があるっていうのはすごくありがたくて、うん、やっぱりなんかこう映像で入ってはいやってくださいってその即興性みたいなのはすごく求められるしそれはやっぱり、うん、あるに越したことはもちろんないんだけども、うん、やっぱり緻密にこういろんなコミュニケーションセリフ通しのコミュニケーションができる時間が取れるっていうのは、うん、すごく私は大事だと思っていて、うん、なので、うんうん、現場に行ってもう何も心配ない不安ない状態で撮影現場に挑めるんだろうなっていうのをカウンセラーの話をもらった時にすごい感じて、うんうん、で私になんかプラスになるというかやってみたいなっていうのが湧いてたんです、うんうん、そうだよね、うん、例えばその舞台とかは、うんうん、あのなんだろう稽古期間がそうそうそうちゃんとあるもんねでかんもうちゃんと作った上で人様に見せる状態で完成になるから、うんうん、お客さんの前でお客さんがいて完成になる、うんうん、映像はねわりかしもう出たとこ勝負みたいなねそういやそのねあの即興性は大事だけども、うん、そうでもその即興性を繰り返してった先に多分なんかこう選択肢というか邪魔狭まっていて、うんうん、決定が出てくる答えが見えてくる中で、うん、まだその序盤の試しの部分だけでこう切り取られちゃうのはちょっともったいない気はいつもしてて、うん、映像だともちろんちゃんとリハーサル組む現場もあるんでしょうけど、うん、まあでも大半はね、うん、そうではなかったですからね、うん、まあだから今回そういうことをやってみようと、うん、いうね、うんうん、私のまだまだ未熟な経験の中でもなんかこう、うん、稀だなっていうのはちょっと思って、うんうん、ちゃんとあのどうせならこう役者の人と仲良くなったりとか仲良くならなくてもこう芝居の中での関係性は積み上げていける時間が取れるのはありがたいし、うん、その上ではカメラにどう収まるんだろうっていうのは楽しみ、うん、であるであるに作品に対してどう取り組もうって感じ。ああ、私の役柄が話の本当に軸になるわけでもなく、うん、ただ序盤に出てきてフックになるし、うん、取っかかりになる部分、うんうん、お客さんが一番なんか何だろうってヒントを一番こう探る点でもあるから、うん、その辺をちゃんとなんか頭に入れて客観視も忘れずに頭に入れて、うんでも、主人公の人なりというか、うん、その場がすぐ分かるような状態にも持っていきたいなっていうのは考えてます、うん、そうね、うん、なんかだから役割的にさ、うん、その作品の一番頭だから、うんうんうん、作品というかあの舞台装置のなんかディティールというかさ、うんうんうん、あとやっぱあの主人公のそのなんていうの人間性みたいなのをこう、うん、人と接してる部分で最初に見せるポイントだから、うんうんうん、結構重要だとは思うけどね、うん、自分がこうガチガチに自分で固めるじゃなくて、うん、割と自分から発生したものとその、うん、関係性みたいなのが一番見えたらいいなっていうのは思ってます、うんうん、ありがとうございます、はいじゃあ最後にあのまたもう一回いつものフレーズをお願いしてもいいですか映画カウンセラー、クラウドファンディング中です映画カウンセラー、随時頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします何卒ありがとうございますはい